日本代表で言ったら。じゃあ長友に失礼っていうのは、まあ国松で、国立松にも失礼なわけで、まあそこはまあ置いときましょう。皆さんお待ちかね、第1回 FFI アジア予選大会組み合わせ抽選会を始めます。盛り上がってるね。密だね。すごい密だね。3密揃ってるよ。 FFI は全世界を5つのエリアに分け予選を行います。そのうち1つはこのアジアエリア、代表となる一か国を決めるのがこのアジア予選なのです。果たして本戦の場、ライオコト島に進むのはどのチームになるか。お、抽選が始まるようです。北澤さん、今回の注目選手誰でしょうか。ロベルト・カルロスです。まずは韓国代表、ファイアードラゴン。来たー、出たね、ファイアードラゴン。このね、イナイル3のファイアードラゴンが一番好きです、僕は。アジア最強と呼び声も高いファイアードラゴン、果たして抽選の結果は。韓国、3の A、3年 A 組？金髪先生？金髪先生3年 B 組なの。3年 A 組はあれだ。菅田将暉が主演やったやつや。韓国は3の A、3の A にファイアードラゴンの文字が入りました。次はオーストラリア、こちらも優勝候補、ビッグウェーブスが代表です。ビッグウェーブス？昨日のやつらが、畜生。津波、落ち着けって。さあ、オーストラリア1の B。結構序盤、最初の方だな、1の B は。1の B、オーストラリア、ビッグウェーブスは1の B です。予想していい？稲妻ジャパンは1の A です。はい、最後の魔人ブーがさ、悟空のために、ウーブと悟空を同じ抽選にするやつみたいな、ああいう感じ。俺今仕向けたから、ぴょい、ぴょいってやったから今、超能力よ。稲妻ジャパンは1の A だな、これな。カタール2の B。サウジアラビア4の B。次はいよいよ日本代表、稲妻ジャパンの抽選です。果たして対戦相手はオーストラリアかカタールか、それとも韓国かサウジアラビアか。どこになるんだろう。日本代表、稲妻ジャパン。1の絵、ほら来た。ビビビッと感じましたでしょ、今。今、岩のゲーセンすごないって思った方いるんじゃない？うん、僕すごいんです。決まりました、稲妻ジャパン。1回戦の相手はオーストラリア代表のビッグウェイブスです。試合は2日後、これは大きな試合になりそうです。結構早いね、2日後って。俺がなんか寝て起きて寝て起きてしたらもう2日よ。はい、守君、これが FFA アジア地区予選のトーナメント表。お、ウズベキスタンがレッドバイオ、うん、名前だけはいいね。中国はラストエンペラー。おいおい、名前だけ一丁前じゃねえかよ。で、カタールがデザートライオン。あ、カタールがデザートライオンなんだね。ほうほうほう、ラストエンペラーかっこよすぎんか。裏ボス感プンプンなんだけど。トーナメント表はメニュー画面の情報の FFI でいつでも見ることができるから、俺のプレイヤー目線でなんか説明してくれてんの優しいね。いつでもポケットから出して見ることができるわじゃなくてね、メニュー画面から見れるわっていう。いきなり優勝候補と試合か。相手にとって不足はないな。噂では奴らには相手の攻撃を完全に封じるフォーメーションがあるだし、この間の動きを見ても戦術に長けたチームであることは間違いないだろうな。そんなチームに勝てるでやんすか。まあまあまあ、お前クリ汁が出てたぞ、今クリ汁が。面白いな、さすが世界大会だ。そんなすごい奴らとサッカーができるなんて燃えてきた。守君、強い相手ほど燃えるか。エンドらしいな。ジンジン来た来た。なんか勇気が湧いてきたっすよ。せっかくここまで来たんだし、やるだけっすよね。まだ初戦だからね、言うて決勝じゃないよ。よし、みんな早速ライモン中に戻って特訓しよう。打倒オーストラリアだ。おということで、まあ早速サッカー協会のロビー侵入できたんで、なんかこの辺入れなかったっけ。おい、侵入できたしね。この前なんか追い出されちゃったからね、ちゃんと見ようぜ。懐かしいもんはないと。秘伝書とかねえのかな。そうか、イナイル3は写真機能とかがないからね。お、特になんもない感じですかね。さあさあ、私久しぶりの稲妻11-3で結構ねテンション上がってるんで、まあゆっくり行きましょう。落ち着いてね、落ち着いていきましょう。